だ。何？どういうこと？時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。衝動を夢に見た。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころび、ささやく。ホタルよ、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願って。昼と夜は対等でしょうか？善人と罪人は対等でしょうか？人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう？私たちの決意は伝わった。今こそ太陽を直視する権利を授けましょう。107336の礎の王、全能なる調和の奴隷、私に全てを捧げ、生まれたが貴重地ハルモニア聖火隊ドミニクス。時は来た。神の袋から再び増加が生まれる。ダンクね。高校たる異例よ、我が命に従え。ザン！まもなく跳躍が始まる。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。
俺たちが探している答えはそこにある。一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。全ての創造は終わる。麦の日に至る。哲学の大事、万象を再構築するのです。まず生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだ。